若松神社は、長崎県新上五島町若松号若松地区に鎮座する神社である。雨のみ中主の村、高校美古霊人、神能美古霊人を主催神として祀る。一の鳥居社伝慶長年間、佐尾地区の海辺に首七つを竿に貫いたまま、漂流していたのを通りかかった漁船が拾い上げた。これを、神戸地区の山に埋め、その地を、七つ山と呼び称えられるようになった。 当時の神戸地区には多くのキリシタンが住み不敬行為が多かったため、住民へのたたりや避難が続出したので麓のカの神戸地区に改装し、七島支給として奉仕した。真意は、大いに歴史、石、司かさ、たつかまぶし、ありふつつの浦、宇うの瀬に分霊を奉仕した。しかし七島支給では、キリシタンたちが身体を海に投げ捨てるなどの真意を、 怪我す行為があったため、元禄元年九月に、現在の宮所のへ放線した。なお、神戸地区には、慶長年間280個のキ霧タンが居住していたが、関永14年の島原の乱に全員が参加し、そのまま帰らなかったと伝えられる。明治三年九月、社号、若松神社に改称。同六年、雨の皆なかの村、高校美古礼人。 神能美古霊人の増加三神を主催神として、奉仕し、同10年3月、尊者に列せられる。大正14年には、神仙兵白陵とも神神社に指定された。境内者その他の若松里の神社に、若松地区、若松宮、神戸地区、追松神社、土井の浦地区、金ラ神社がある。また、隣接する眞伏里に、白鳥神社、 若松大橋で結ばれた中通り島、宿の裏号に宿の裏神社がある。ありがとうございます。